2ゲームシリーズの初戦を取ってきました。速いボールは149キロ。ですね。3-2、まっすぐ。2者連続の三振。これでも変化球あんまり投げてないですね。ちょっと変化球がでも対して。まっすぐ149キロ。藤井康也、立ち上がり3者連続。ここからどういう風に彼が変えていけるのかなと思いますけど。うまく打たせました。サードゴロ、栗原です。候補をして臨んだ今年のシーズンです。インサイド曲げてきました。藤井隼人も4つ目の三振です。ただ投げ終わった後の表情を見てると、速い球、早くも5個目の三振。ここもまっすぐでいきました。早くも三振6つ目。ずっとやっぱりバッターは頭の中にはフォークがあった上で、まここのスタートはありません。落としました。三振、早くも7つ目。仕方だと思うんですね。ここは差し込んでいます。ショートの後方です。今宮が下がって落下点、掴んでいます。右へライナーで運んでいきましたが、柳田の守備範囲でした。スリーアウト。動かければいけない存在の金子、外側落としてきました。8つ目の三振です。沈めてます。